はい、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今回ですね、私の、中性脂肪の件に関しましてですね、早速ミスター M さんからマスターからね、アドバイスをいただきました。実はね、前回これ動画を見させていただいてね、126話でしたかね、これ自分のことだなと思いながら、聞いていたんですよ。で、その中性脂肪の減らし方なんですけども、やっぱりね、どこまで行っても同じです。魔法も種も仕掛けもありません。食事を改善すること、それからきちんと運動をすることですよね。運動、筋トレをすることです。今回私ね、アドバイスの通りに、ちょっと食事の量を減らして炭水化物をまた絞ってですね、1日5食の少量5食に変えようかなと思うわけなんですよ。それからお肉類ですとか、それから卵ですか、こういったものを間食にしながら、あとはね、これミスター M さんにちょっと聞いてみたいんですけども、そうね、玉ねぎをね、玉ねぎだったら私はちょっとね、多めに食べれるんじゃないかなと思うんで、玉ねぎをちょっとね、お腹が空かないようにちょっと多めに食べようかなと思うんですけども、どんなもんですかね、玉ねぎは。ということと、あとは運動ですよね。運動につきましては、今ね、任天堂のスイッチで、なんかフィットネスのゲームがあるんですけど、これがね、なかなか面白くてカロリー使うのと、10分ぐらいやったらヘトヘトになるんですよ。で、ちょっと前からね、私ね、10分でヘトヘトなんですけど、慣れてきたんで20分ぐらいやるようにしたんですよね。昨日は25分やったんですけども、このぐらいだったらどうかなと思うんですよね。割とね、ツイスターとかね、プランクとかあって、ほんときついですよ、スクワットとか。それから腹筋もかなり鍛えられるんですよ。ゲームと思っては侮れないなと思います。それから同じ任天堂のゲームで、ボクシングのね、ボクシングフィットネス、ボクササイズのソフトウェアがあって、それをね、ちょっと買ってみようかなと思うんですよ。ただ今、フィットネスの方をやってますんで、ボクシングはいつ買おうかなっていうところなんですけども、ダブルでやってもいいんですけどね。そういった感じで、室内でもちゃんと、有酸素運動、無酸素運動ができる環境も整いましたし、それからね、ちょっと筋トレ熱もまた出てきたんで、今私ね、この疲労骨折してるところがあるんですけども、どうやらね、疲労骨折だと思ったのが、筋の、なんかね、筋を痛めてる方かなと思うんですよ。で、だんだんね、そういうことだったら、骨に異常がないんだったら少々は動かせるなと思ったんで、ここはね、思いっきり動かさないんですけども、できることをやっていこうかなと思います。特にその胸の筋肉、背中の筋肉、足の筋肉ね、作ることによって燃焼効果を高めていこうかなと思います。なんせね、体重とウエストはですね、今90センチあるんですよ。これね、なんとかね、80、5センチ減るだけでもかなり体格変わると思うんですけども、まずは5センチ、そして最終的には80センチを切るような形にしたいなと思うんですよね、ウエスト。それからですね、体重なんですけども、体重もなんとね、85キロなんですよ。いやー、ちょっと気を許すと90キロが見えちゃうんで、これもね、少なくとも70キロ台、に目指していこうかなと思うんですけどもね、今85だから70キロ台、78キロとかね、あの辺に行きたいなと思いますね。これからもご指導よろしくお願いします。それからね、同じようなことで悩んでらっしゃる方、ぜひね、私と一緒に始めましょう。で、ミスター M さんもきっとね、また予想を新たに、気持ちを新たに私と一緒に歩んでくれると思いますんで、ぜひね、中性脂肪を減らすためのこのモチベーション動画っていうのもね、ちょっとお願いしたいなと思いますけども、いかがでしょうか。今回はね、なんですかね、食事に関して玉ねぎはどうですかっていうのと、運動は、そうですね、モチベーション動画に中性脂肪を減らすためのなんか運動をね、お願いできないかなってこと、この2点をお話して終わりにしようかと思います。ミスター M さん、これからもよろしくお願いします。では。